今回ですね、こちら2つ買ってまいりました。2つですね。まずですね、こっち2つ買ってきたんですけど、まず左からですね、開けていきましょう。これ1つは1箱1000円で、まあ、UR 確定ですからね。これすごいっすよ。よし。では行きましょう。はい。ジオン号。で、ベジータ。次ですね。次です。行きます。じゃん。メチカブラ。もう顔からしても微妙感を表してるんですよ、こいつ。なんてこいつはもう、ヨボヨボじじいじゃないかな。メチカブラ。まあ大体買い取り、まあ500円くらいですかね。うーとしたら。そのぐらいですね。はい、孫悟天。で、ピッコロです。いや、ちょっと、一箱目からちょっと微妙なやつが出てきましたね。で、次、二つ目。で、結構人気な商品だったので、これ結構。私が買ってすぐもう全部売り切れちゃったんで、すごい、まあ、人気な商品だったので、結構当たるんじゃないですかね。私はそう予感しております。はい、では行きましょう。はい、コルド対応。魔人ブーゼン。次です。お、え、あー、そっちか。あー、そっちですね。いや、あっちの方だったら6000円ぐらいしますね。じゃ、こっちの方は、こっちの方もちょっと500円ぐらいですかね。そう、こっちのなんか手こんな感じでやってるやつは安いんですよ。で、もう一個なんか似たような UR があるんですよ、ピッコロの。あっちの方は6000円ぐらいしちゃうんです、確か。500円ですね。パン。で、チャオズ。なんだこいつ。こいつちょっと薬やってそうな顔っすね。なんだお前。まあですね、まあ今回箱を2000円分買ってきて、まあ結果としてはまあこちら、まあ500円買い取りずつで、まあ合計1000円ってことで、まあその売るとしたらまあ半分負けたような感じになりましたけど、まあでもまあ UR1 枚、まあ、1000円で当たるってことなので、非常に有料な価値だと思います。なんです、皆さん。あそこ行ったですね、有料ガチャはですね、積極的にやった方がいいですね。当たるかもしれないんで、いいのは。ということで、今回はこれで終わらせていただきます。どうもご視聴ありがとうございました。